こんにちは、デコラジ担当かなめちゃんです。本日のメニューはこれに穴をひたすら開けようかと思ったんですけど、これは後の作業にして、後っていうかあとそれで今日はこの1個しか必要ないのに2つ買っちゃったワッフル型で、すいません、普通にしゃべります。こんにちは、デコラジ担当かなめちゃんです。本日のメニューはですね、これですね、このオムレット、ワッフルのオムレット、これ別に両面挟まなくてもって感じですけど、挟む方が私はなんかこう厚みがポテッとした感じの厚みが好きなので、これですね、これ 今はこれ、バナナとイチゴのチョコバナナと、ちょっとよだれちゃってじゃん、チョコバナナとイチゴのこの2種類しかできてないんですけども、こういう感じですね。中にスライスの果物が、これはちょっと焼き目をつけてない、本当にちょっとバニラな感じの、中もよく見ると中もちゃんとこうワッフル型になってるのが見える、そんなとこまで見ないけどね。こういう感じで、ちょっと後で足らない、これはいちごとバニラクリームとちょっとジャムソースが入ってるやつですね。これの感じでちょっと今日はこれを作りたいと思うので、ちょっとここに乗せといて、はい。それで生地は、生地ですね、今日はいつも3つ、ちょっと全部開けちゃおうかな。あーって言っちゃった、ごめん、ちょっと粘土取りに行ってくるわ。このモデナソフトを使いたかったのに、モデナソフトの中にモデナ、普通のモデナが入ってたので、あーって言っちゃったただし乾燥させたくなくて、この中に二重にして入れてたっていうだけで、ロスタイムじゃんか、せっかく用意してると思ったのに。じゃあちょっと取ってきます。流しっぱなしかね、もうどうしてモデナソフトを使うかというと、モデナソフトがちょっと余っててっていうか、やっぱりカチカチのこういうクレープを使うときは、グレイスとコスモスさんのセットが、この薄い生地ですね、薄い生地でカチッとして、こう丈夫な生地を使いたいときはそっちの方がいいんですけど、こういうちょっとコロンとした生地のときには、ふんわり感も出したいし、かつこの柄も出したいしっていうときには、私はモデナソフトが好きなんですけど、モデナソフトだけだとちょっとね、もそもそ感っていうか、パサパサ感っていうか、なんだこれ、また開けたらずっとモデナソフト使わないといけないじゃんいや今日の分でモデナソフトが使い切れるやと思ってたんですよ。そしたらまたなんかこのモデナ様はこういうラップにくるまってて、非常になんていうの、準備するまでに時間がかかるからすごく嫌なんです。モデナ様、多分こうベタベタベタのベタつく感じでラップ、こういう袋からすぐスルッとは出ないので、これチューブ入りになんでできなかったんですかね。チューブ入りの方がコスト高になっちゃうってことかな。ラップの方が安いっていうこと、手巻きラップみたいな、こういう感じが。でも端っこがいつも見つけられなくて、
私だけ、本当にいつも私だけと思うことが多すぎるよ最近。でも私だけ、私だけ世の中から置いてきぼりっていう感じ。さあ3食作りたいので3杯何色とか気にしないのに3色って言っちゃってるの。あら、ちぎれちゃった。ちぎらないで出そうと思ったのに。うん、よいしょ、うん。なんかね、2杯でいいかな、モデナソフト。毎回分量が違うと困るでしょう。そうですね。ちぎれましたけど。なんかビニール入りそうなんです。あれなんですかね。よし、さあ今からやっと本題に入りますね。本当に先が思いやられますね。これはこっちのセリフだよ。オレンジですけど、ちょっと元気なオレンジにしたいので、たまにこうオレンジにしたい。いつものごとく、ちょっと生地にシャリか、シャリシャリってね、シャリとね、ちょっとオレンジ、ちょっとオレンジなんですよこれ。あんまりいっぱい入れない。今日はちょっと入ってるのかしらぐらいで、いつも思うんだけど、それそのこれってスプーンいっぱいだっけ、これなんかゴミが入ってる。ちょっと待って、これいっぱいできちゃうから、これちょっと溶けてないとダメなんだね。すいません、溶けて、いっぱいできていくと思います。くるくるくる、片面だけでも別にいいと思うんですけど。ね、今日気づいたんだけど、これ同士が反り返ってた。どうしよう、これこの端っこがこんなに多い時はどうする。どっち側におる。ん、生地が多い時こう、どっちでもいいよ。まあいいよ。こういう感じで。なんかこういう感じでがよれってした。本当に。この肩を持ってない人はどうするんですかって言われた時には、この、できん、うん、あの、なんとかしてください。大事なところを全然いつも見せる。ほら、なんかふわっと感が出るでしょ。こっちちょっと潰れてる。なんでだろう。同じようにやってるの。職人技になれないと。同じように作ってるはずなのに、全然同じように一個もできないの。なぜかしら。困っちゃった。よいしょ。全然困ってる。ただちょっと曲げただけ。そんなに、うん、ベタンってこうサンドしないで、ふわっとグローブみたいな感じかな。見えてないの、なんでこの辺、うん、でも置いてもかなちゃんぼやっとしてるから。ん、かなちゃんの一部あるんですかね。見えないじゃん、どうせ。うん、いいよ、どんどん一面に増えていくから、多分。ほんとかな、これでも途中で飽きてきちゃうんだよね、私。やばいことになる。何個できた？ 2、4、2、4、6、8、10個できたよ。
もうやめたい。もうやめたい。じゃあ10個。これ待って、ラップくるんで。何にするこれ。何個にする。じゃあちょっとラップかけとく。それ何だったっけ。キウイとオレンジと、抹茶は、抹茶みたいになっちゃったけど。あ、見えてなーい。ほい。全然ピンク回ってない。しかもなんか乱雑な。あ、こういう感じで。こういう感じで。なんか嫌になってきたよ。これ10個作るの？嫌だな、10個作るの。6個限定っていうの。もうなんか飽きちゃったんだって。キウイのこれにも飽きちゃったの。どうしようかなと思ってたか。今これに飽きたところにどうしようかと思ってる自分が。これ、小豆入れてお抹茶っぽくする？お抹茶。なんだろう。よくわかんなくなってる。よし。ではこれでしまいにしまーす。しまいにしまーす。なんか面白いことあった？最近。聞かれても。何もねえよ。面白いことなんかねえよ。面白いこと？面白いことあったら。最近さ、ずっと昔の、なんだっけ、昔のニコ生の動画の、YouTube の動画の、吉田山田を見てる。若い頃。2012年と、3年ぐらい前のぐらいのを見てる。その頃に知らなかったってこともあるよね。知り始めて歌を聴き始めた、新鮮物でございます。なので、でもライブ行ってきました。楽しかった。すごく楽しかったです。また行きたいなと思って。すごく歌も上手だし、元気もらえるし、会場のなんかみんなも一体化するよね。みんな歌ってて、振りもさ、すぐ覚えられるってね。この黄色いのが置かれたの新しい。え、内容はないよ。ただお腹空いた。よし、できた。できたんです。生地いっぱい余ってるんだけど、全部やんない。できましたー。何？もうちょっと話した方がいいんですかね。話すとボケるんですか？ダメじゃん。青のりっぽいけど、これはキウイが入ります。これにはオレンジの、スライスが入ります。これには、なんだっけ、レモンかバナナか、そういうのが入ります。だから、ピンクとグリーンと黄色の生地を作りました。ワッフル生地を作っただけです。では、次は、ご飯を食べてから穴開け作業をしたいと思います。じゃあまた！ご飯食べました！なので、ちょっと元気が出たので、穴開け大会やりたいと思います。神々。穴開け大会って、ただ、金具を取り付けるための穴を先に開けとこうかなってだけの話なんですけど、ですね。開けとくだけ。今日は取り付けません。取り付けるの遅、ノロまで取り付けるのがね、ノロますぎて、ハイスピードのやつでさ、全然中心部に行けたかな。
お抹茶味のシュークリーム。ここどうしよう。ここ直にしてるとゴミが。いいか。後で。モンブラン。あ、もうこれ艶がけしてないのがある。中には中途半端な。作業を見せられる。そんなに何ミリだっけ、あのヒートンがちっちゃい短いやつなのでそんなに開けなくていいんですけど、後でどこに穴開けてたかが分かるようにしてないと悲しいことに自分で分かんなくなっちゃうんですよ本当に。これはね、こっちにも開けたんですけど、この下のこっちにも開けたいなと思って、両方に、下にも下げれるようにっていうですね。二連ドーナツにしたいので。そして、この下につくのがこのドーナツって感じかな。眠くなるでしょ、この先。私もなんか、お腹いっぱいで眠くなってきちゃった。一番ダメなやつ。自分が眠くなること。自分が眠くなるような動画を撮るんじゃないよって感じかな。どうしよう、この子、輪っかにした方が、かわいいか。だってここがね、やっぱり身が薄いっちゃう。生地が薄いので、これはここに穴を開けます。ほら、すぐ通っちゃうんだよ、これ。こっちからも。この方が綺麗に。この穴開けた材料取ってるのいいかもね、本当に。ここでフリフリする素材、粘土だもんね、もったいないよね。粘土の粉末として自家製粉末メロンパン、シンプルなやつとこういうのと下げたらどうかなと思って、メロンパンと。あー、クレープがあって感じでしょ。そうなんですよ、本当に。どんだけクレープ作ってんのよって感じね。向こうギュギュ言い始めた。何食べたんですかって。グラノーラ、自家製のヨーグルトに自分で作れるヨーグルトがあるんですよ。あの温度一定に保って一回きりのやつなんだけどね、そのヨーグルト作る種は。それでそれになんかお野菜グラノーラみたいなのかけて食べて、ご飯がなくて、だからってなんかラーメンって気分でもなく、なんかヘルシーな感じでささっと食べたかったから、お腹がすごい普通のヨーグルト食べるとお腹痛くなるんですよ。だけどそのヨーグルトだとお腹痛くならない。ではですね、やっぱりハイスピードの飽きもせずね、凝りもせず、ハイスピードのエポキシで、接着できたらなと思っております。お腹がグーグー言ってるけど、
お腹いっぱいのグーグーなので気にしないでください。気になっちゃうよね、グーグー言ってんの。ここ、ラップ引いとります。何も引いてないみたいに、なんか直にやってそうですけど、これはラップです。ラップ引いています。で、以上は。そしてはブシュブシュブシュっと、これに対してこうかな。お、なんか今日いい感じ。よいしょ。いい感じっていう。なんかこっち答えがないまま入ってたの固まってくれるかな。ちょっと最初のスピードでは。3個しかつけれなかったんですけど、だいぶこのこれに慣れてきて、ほら早いんだよこれ。やっぱり、あ、5分経っちゃったのかな。よいしょ。やばいですね、これ。無理やり。はぁ。ダメなんじゃない?これ5分経って。経っちゃったんだ、5分。取れちゃう、それありですね、これ。やっぱり4つしかつけられなかった。5分でこんなに余らせてしまった。見て、こんなに早く固まっちゃうの。どうしようかな。それでも君はハイスピードを利用しようとするのかい。そうなんだよね。ちょっとこれ熱持つんだよね。そしてそれでもハイスピードがにこだわるっていうのはすぐ固まってくれるからいいかなと思ってるんだけど、どうしよう。あと4つつけれたらラッキーってことで、まああと4つにしようかな。じゃあ、ここに少ない量しか出さないからじゃないのっていうあれだよね。でも、そうなの。でも、ちょびっとしか使わないからね。ちょびっとしか使わないので。そして、まだかな。速攻つけていくか。飛んでっちゃったのかに、そんなことしてるとすぐ固まっちゃう。楽しいだろ。こんなジャンプにしてないからだから。そういうことで悩んでると。できなかったんじゃないでしょうか。わかんないけど。
感じで終わるんですね、いつもこういう感じで。ちょっとこうソースにするにはさ、本当にすぐ固まってくれてさ、いいんじゃない。二連にしたいやつとかさあったじゃん、さっき。でもそれできなくなっちゃったね。あ、それでもうそこまでして、あ、こんなことでした。そこまでしたのを、こうやってこういうふうに、あー、ごめんね、カンってしちゃった。ここに入れてるのがそういう、このここまで金具をつけてる、ヒートまで刺してるのをここに入れています。もう固まってる、早いね。でもちょっとここもね、いっぱいになってきちゃって、なんせこのチョコレートが全然はけてないし、も自分がチョコレートも好き、こっち側にカニ缶つけてるのもあるんですよね。こういう感じでカニ缶つけてるのもあるんだけど、つけてた方がいいかな。チョコレートが摩擦で取れちゃう。どうしよう、閉まなくなった。何してよっかなと思ったんだけど、これはこれでまたヒートにつけたシリーズで直す場所を探さないとダメっぽくなってきましたね。これ穴開けただけ。あ、閉まんない、蓋が閉まんない。このヒートにつけると金具の分で傷がつき合わないようにしないとと思うと、緩くしか入れられないと。ってことで、じゃ今日のデコラジ、ですね、こうやって、ヒートンと丸カンとこうやって通していきました。こういう感じで、またチャームとかにしていきたいと思います。じゃあまた。